庭を作るみたいなね。ちょっと入ってこないでつったじゃん。ちょっと外で待ってて。いや今まだ配信中だから。心配でね、見に来てくれたの、また今ね、隣の部屋にいるから、隣のこちらの部屋にね、カラオケボックスで隣のね、ゴタゴタあったからカレピがね、心配になってね、カレピ誰、まだ皆さんには紹介してないと思って言ってなかったけど、まあ、近々ね、紹介できると思うよ、私のカレピ。新年配信じゃなくて。まだ誰も知らない人、皆様には言ってないけど。どんな方、年上。年上、ぐーんと年上。40代のね、後半です。いいんで、たまには年上でもね。ちょっと、もうチラチラ見ないでよ、ほんとに。もう、今ね、カラオケ、だってさ、3時間ぐらいやるっつったじゃん。ね？ 3 時間ぐらい待っててよ、外で。あとでお楽しみはね。わかったよ。あとでサービスするから。子供みたいにさ、もう嫌になっちゃうよね。子供なんだから、やっぱり男の子はいつまでたってもわがままで、私の方がお母さんみたいだよね。ちょっと、もう何？あ、でも車の鍵を私預かってないよ。いや、私預かってない。探してごらん、もう一回。え、自分でさっき持ってたから探してごらん。いや、だから持ってないっつうの。どこに、なんで私が隠さなきゃいけない。バカ言ってんじゃない。本当に、相手の声が聞こえない。無口だ、無口だ。あのね、あんまり喋らない人なの。気使ってね、今配信に声が映っちゃうということでね、声出さないでって配信中は言ってるから。だいたいね、だいたいアクションとかで分かるからさ、こう ボディーランゲージってやつ。ないの。ちょっと、なんしつこいんだけど、ほんと。何？早く歌うたいって何言う。なんであなたに命令されなきゃいけないの。今タイミングがあるから、これ今まだ盛り上がってないし、まだこれからだからさ。なんでよし行くぞよ。いい加減してる。カエピどこいるの。隣の部屋、隣の部屋で歌ってる今。今演歌隣で歌ってる。演歌好きだから。せっかちさんね、まったくせっかちさんね。ちょっと、何？ちょっと入ってこないで、入ってこないで。何？あ、
あ、やだ。放送中だって。ちょっと。あ。ダメそこ。あとで。あ、くすぐったいつーの。やだ。やだやだ。ダメだって。お風呂入ってないだろ、二日。もう汚い。すごーい。音小さくしたよと。うん、なんか寂しいよね。一人でこんなことやってるとね。寂しいったらあらしないよ、本当に。